お、出た。嘘つきハンターが来ると。はい、じゃあ嘘つきハンターやろう。いいよ。嘘つきハンター、あ、なんでもないなんで、うん、俺普通にショック受けるよ今この流れで嘘つきハンターできないと。やるやる。あとでお金あげるから。あ、よし。欲しがってきた。欲しがってきたぞ。あげるから。え、おう、うん、じゃあ、やんの？おめえいいよ。やらせよ。やる。俺もやらせよ。お金くれたらいいよ。俺らにお金払ってくれたらいいよ。お金だけ違うじゃん。お金動くな。ね、最後損だから、ね。最後損。2万でいいよ。2万で。バカ。ミニゲームを有利にプレイできる嘘つきは誰なのか当てていく。はい。1人だけ異常にチートレベルでね。チート野郎がいるんだよね。ああ、はいはい。これでいきましょう。はい、はい、はいはい。5ラウンド。はい。オッケー。させ、気をつけろ。ベンチ気をつけて。気をつけろ。って戦車俺ら抑えてんだからさ。ね、俺らね3万にすんぞ。見上がっちゃう。見上がっちゃう。ああ、いい。あ、大人気。ああ、女だったの。女だよ。女慣れてんの。どう見たって女じゃん。まあね、うん、見ての通り。それぞれ付き合ってるからね。いや、左でね。これハンバーガーをつけ。あっちよりいいだろ。あっちよりいいでしょ。ほら、女、今日はどの穴に入れる。やめろ。バカ。やめろ。そういうこと言うなよ、お前。何何何の話してんの。やらしすぎる。何の話。やらしすぎるだろ。皆さん、初めてのプレイなのでルールを説明します。初めてです。はい、お願いします。ミニゲームの中で嘘つきになってプレイした人を見つける、あるいはバレないようにプレイするゲームです。はい、うん、嘘つきはミニゲームを有利にできる特別な操作になりますが、周りに気づかれないようにプレイする必要があります。一人だけ震えんだね。そうだね、うん、ミニゲームをプレイする前に Wii リモコンが振動します。嘘つきの Wii リモコンだけ振動しない。しないんだ。なるほど、覚えた覚えた。で、ね、嘘つきを指名します。ミニゲームをプレイした後、結果に応じて点数がありますが、その後のハンターチャンスで嘘つきを当てると、うん、嘘つきだったプレイヤーから決められた点数をもらうことができる。ここが重要なんだよね。そうね。外れた時は嘘つきだったプレイヤーに決められた点数を取られてしまうと。それでは嘘つき対決を始めましょう。めっちゃ有利に進められるけど、1位取ったら露骨だ、ね、そう、怪しいがバレるからあんま意味ない、ね、2位ぐらいを狙うのがいいんだろうね。難しいな、それは。これ振動くんのか。あー、そうだね。あー、嘘つきは正解のエリアにいるとユニコーンが1秒ごとに。うわー、すごくないこのゲーム。あー、なるほどなるほど。運ゲーだね。でも、あ、運強は運ゲーなんだけど、嘘つきの人は答えを知ってると。はい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 。なるほど、まあ、なるほど、うん、オッケー。難しいな、これ。今からユニモンが振動します。振動しなかった人が嘘つき。いきますよ。はい、わかりやすい、はい、あー、あー、やばいやばい。間違いなく牛震えてるね。もう信じていいわ。信じよう。すげえ震えてた。ケツに入ってるの。やめろ。飛びっこで。ケツに飛びっこが入ってるレベル。やめろ。まあ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 。よし。朝から言えてない。なんで。これどっち？誰か正解。一回目絶対成功。一回目みんなで一緒に行った方がいいのかな。一回目みんなで一緒に行った方がいい。あんまこの時点では分かんない。分かんない。これ何個？3つ？お、回避した回避した。これ、誰かが紛れてんのか。まあ、当たり前だろ。いやー、しめしめと思ったんだろうな、そいつ。どうしよう。ちょっと動くよ、誰か。俺こっちだろうな。俺こっちかな。こっちかな。なんでわかんねえぞ。ダメよ。やないだろ。これ当たってたら、あ、うっちゃいしな。これでもさ、全員チーだったらどうなんだ。あ、確かに。わかんない、そしたら嘘つき誰か。わかんないよね。あんま良くない。ちょっと、あえて分かれようか。分かれよ。これは1回。じゃあ落ち。え、その分かれ方あり。え、お、1、2、3になったってなると、どうだ。あ、おーってこと。あ、じゃあ藤君ではないわ。これは違うな、うん、いや、わかんない。いや、でもわざと2位になってる説も。でも、3人1位になっちゃってるからね。そうでしょ。あ、そっか、4位になるのか。そうだね。うわ、めっちゃ入るじゃん。さすがに美味しくないもんな。これまずいよ。さすがにこれはこれはシステムでしょ。いや、藤君じゃないと思う。確かに。これこの入り方まずくない。これで無事で、ウッシーのさっきの震えは違うし、絶対。俺見てたんだけど、俺見てたんだけど、キヨ君は割とね、最後の方に選んでて、俺キヨ君にずっとついて回ってたんだよ。嘘つきかなと思って、だから最後に選んでた。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。いつもの仲間作りです。そう言われると出たね、出たね。ああ、そう言われると。でもまあ、俺は嘘つきじゃないから俺なんだって損得しちゃうよ。俺逆にスパッと選んでたんだよね。あ、選べなかった。選べなかった。ひどっ。これ一番やっちゃダメだろ。やっちゃダメなやつ。ほらー、マイク。ほらね。
だから信じろって言ったんだ。でっかこぞという大声やめろ。あ、でも選び方は分かったわ。ちなみにみんな誰だと思った？俺ゼロだぞ。え、藤井誰だと思ってた？おいおい、俺には、俺でもね、うん、少し押されて、レトさんが怪しかったよ。あ、まあ俺もついて回って、俺もレトさん怪しいと思っちゃった。お前だ、お前は福士自慢怪しいと思ってたもんね。あ、ほんの？あ、ほんのって、福士自慢怪しいと思ってたから。え、まあね、嘘つきは回転台に乗っても操作がバラバラな。俺これ何もできないやつだ。これさ、あれじゃない、俺とウッシーは前できたやつじゃない。あー、なんか回転盤に乗ると上下左右なんか逆になるみたいな。そうそうそう、重力、はいはい、ごちゃごちゃ効かなくなるやつ。そうそうそう、ごちゃっとすんだよ。俺1個目の渦から逃げられなかった。そうそう、レスさん1個目の渦にずっといたやつ。俺もう無理だもんこれ。え、嘘つきは回転台に乗ると上下左右なんか逆になるみたいな。あー、なるほどなるほど。あー、じゃあうまい具合にぐるぐるはするんだよね。うんうん、まあそうだね、見た目ではぐるぐるしてる。それは実は振りすりゃいいんだ。横に持ち十字形操作、いくよ。はいよ。これさすがに震えないでしょ。あー、震えてるぞ。はいはいはい、やりたかった。おお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 、新境地いくな。ちょっと怪しくないで、これ乗るとそうなのね。で、ぐるぐるして、あーあーあー、ほんとだ。あー、なるほど。ああ、で、あー、むずいな。やばい、把握できない、把握できない俺も。ちょっと待って、みんなの動き見た方がいいのかね。そんな余裕ないよ、ね、ないね、そんなんね。あ、あ、こうか。すごいな、確かに。こうだ、こうか、こうで、あー、こうか、こうか、こうか。やべ、なんか戻っちゃう。こんなにひどいの。こう、こうか、いけた。あー、こうもいけた。あー、ちくしょう、決まった。あー、しかまった、俺すげえもたついちゃった。なんかな、あんま周り見る余裕なかったな。見る、でも意外とみんな遅かった気がするんだよね。うん、全然グループまた俺4位じゃん。さすがに富士じゃねえだろうとは思うけど、どっちだろうな。みんななんかさ、最後さ、なんか早くなかった、一気にみんなさっとのかな。慣れてきたってのは普通にあったけど、うん、あ、そういうことやり方が分かったから。確かにな、はいはいはい、あれ、1位誰だったんだっけ。俺だった。 あと10秒しかないよ。いやいや、違って違う。でも2回連続ないだろ。2番目に駆け込んだ感ちょっとあるかもしれない。俺は絶対選ばない方がいい、普通に。普通に俺は選ばない方がいい、ほんとに。いや、そんな気がするんだけどな。富士が嘘つきの理由はないもんね、別に。それはバカ、まあ、それはバカビールだもんね。それはバカ、それはバカだよ。お前だってやってんだよ。いい感じに入ろうと思ったらみんな最後入るんだもん。あれもさ、みんな外れたからも。そうだね、こういうこともある、うん、まあまあいいか。やめろや、お前。すげえ、本当に何かゴールしたら行こうと思ったらさ、お前それダメだよ。最後みんなザザザって入ってくる。そうそうそう、まあ確かに3人結構ババババって言ったね。あー、これだこれ。これのバッテリーがなくない？刺さってない。あ、OK、はい、よし、気づいたな。今気づいちゃうんだよね、そういうの。さすがな、俺でなきゃ見逃しちゃうね。死闘の人ね、うん、恐ろしく早い死闘。そう、死闘の人ね。あの、インドフィッシュで食われた人ね。そう、そう、そう、そう。クロロの死闘に気づいてるのはなかなかの速さ。俺はなぜまだ生きてるんだバラバラにされてもいいけどね。そうそうそう、もういいから。で、窓ガラガラってあって、めしゃってなんか行ってる途中で、すが早く行けるなー。あれ、ヨークシー編が一番面白いんだよ、でも実際。それ反響あんのか。その後レクイエムだろ。トラックで、あとレクイエムのシーンだろ。そう、レクイエムね、ウボーさん、ウボーさんに送るね。言ってんだろ。俺、沈黙は答えしか分かんない。さあさあ、来るよ、来るぞ。あー、すごい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 。おおおおおお、またかこれ。どうやって見分けんの。なんかさ、いや、見るしかない。が寄ってこないとか。これ見るしかないって。なんで俺の前に。これ他プレイヤー見よう、他プレイヤー見よう。寄ってくるとかあんの、そもそも。ちょっと待って、え、どうなんだ。なんか早い、みんな。え、誰だ。え、誰だ。あ、わかった。え、ちょっと、え、待って。あほらただの羊飼い。わかんない、牛騙してるかもしんない。全然。あ、1なんだ俺。やった。いや、俺わかってよ、今もう。いや、俺もなんとなく。俺はわかってない、普通に。もうなんか俺いっぱいいっぱいで進めなかったから、マジでわかんない。これ富士だわ。いや、マジで言ってんの。はぁ、じゃあ俺も富士だ。いや、俺そんなことだな。これは信じるわ。これ信じて。これはね、合ってる。わかんないけど、俺の推理は。レドさんを味方につけたわ。レドさんだよ、これ絶対。いや、それはない。俺は違う。あれ、あれ俺ね、真面目にやってて本当に進めない。あれ、チート働いてないよ、俺は。なんか A ボタン押しながらとかないの。でもそんな説明なかったよ、ね、なかったね。なんか嘘つきには羊が寄ってきませんって書いてた。俺めっちゃくちゃ羊に突っかかった。嘘つきヘッポコの流れやめろよ。いや、普通に羊に突っかかって進めねえんだよ。でも2位だよ、それで。なんで俺最下位なんだよ。いや、だって俺と富士どう見ても羊来てなかったよね、でも。ね、うん、マジかよ。
俺んとこ来てたぞ。なんだよその顔、ジジイの目腹立つ、ジジイの目腹立つ、シャキッとしてる。あ、マジで。あ、これ良くないよ。閉じている穴に近づくと金色のモヤが出てきます、ね、おー、なるほど。これを他のプレイヤー見ちゃえばさ、そうだね、これあんま良くないよ、この嘘つき。十字キードで2連ハンマーを叩く、他のミーモン邪魔できる。これの嘘つき外れ感、これ外れ感あるね。あー、あーすごい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 、これはちゃんと見とこ、見とく、すっごい、すごいね。やめろって、この振動はなかなかだ ね興奮する。まずお前足な、お前足な、え、ないないない、あいつ怪しいぞ。あ、ちょっと、ほら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 、誰、あ、これ、てか取れねえ、俺全然殴ってんのに来ないで、全然開かないな。あれ、これマジで、あれ、ちょっと待って待って、取らせていい、あ、え、どっちだ、どこに来てんだ、わかんない、ちょっと、あ、え、どっちだこれ、どっちなんだろう、俺も疑いをかけれるわ。なんか、あ、俺キヨじゃない、なんかキヨに見えるんだよ、見えるね。お前止まってろ、あー、あ、キヨくんだ、あ、キヨだよ、キヨじゃないでしょ、今出たの。このほら、最後の絵見てよ、俺そもそもあそこにいて二つ怪しすぎる。違うでしょ、これ違ったらどうしよう、だ、これ違ったら結構だね。それの場合俺に謝罪して、マジで分かったわ、分かった、謝罪する。でも絶対さすがにね、最後からこのパターンじゃないと思うんだよね。ほら、お前じゃん、もうもういやいや、違うんだ、お前じゃん、焦んな焦んな、隠せ、焦んな焦んな、これは外れだって、ドキドキ、バレてない、バレてない、ドキドキ、あー、なんで喜んでる、なんで喜んでる、僕でーです、あんなに矢印に刺されてるのに、兄さんよ、見て、見て、横でジジイ笑ってる、ほくそ笑んでる、みんな笑ってる、やりだな、やりな、違うんだって、俺叩こうとしたら、全部金になるんだもん、すごいな、あれは運ないよ、あ、結構、あ、違う、これ最後だからさ、え、これ最後、これ次で最後、あ、大逆転あるよ、これは割と拮抗してるから、嘘つきがどうかね、すごい、ジジイの顔、ジジイの目、嘘つきは Wii リモコンでカップをポイントした時の振動が正解のカップだけ大きくなります。振、もともと自分の色のボールを当てる、はい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 、あったねこれで、3回あんのかな、なるほどなるほどなるほど、で3回目がめちゃくちゃ速くて難しいんだけど、多分嘘つきはカップに合わせたらブルルって動くんだろうね。こんなん周り見る余裕ないだろ、むずっ、自分のだけ見ちゃおう、あーすごい、あー作るのがすっげー、あー、いきます、出たこれ嘘つきも普通にさ、うん、見てたら、見て答えたら何の問題もないわけ、ないってことだね、そうだね、そうだ そうだね、ちょっと待って待って待って、うん、うん、さあ、うん、これか、俺の見て、俺の見て、はい、俺の見て、うん、俺っぽいでしょ、何言ってんの、こうやってさ、全部ポインターやったら震えるじゃん、だから全部こうやってやってる人が怪しいよってこと、あ、そういうことね、そういうことね、そういうことね、そう、だから今後気をつけて、それ怪しいの、はい、その発言怪しくない、呼びつけて、それはそれ、今呼びないからやめて、あ、これやられた、これやられた、これこれ、もう余り物でいくよ、これはもう普通に分かったから、これでいくわ、え、時間ない、お前それにしようの、え、違った、ごめん、分かんない、じゃあ、じゃあ、溜まってる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 、うさんくせ、ほらほらほら、ありがとうありがとう、怪しい、二人が、二人が嘘つきじゃないから、やめろよ、どっちかがさ、騙されてる、さ、はい、はいはいはい、あれ、え、どれ、あれ、同じ場所、これのカスルどれ、これかな、どれだろう、これ俺これしかもう合わせないよ、俺これ行こう、あーもう俺もこれに見えたんだけど、これにしよう、一番右、あー逆かよ、俺ら決まった、全部正解してるけど、すげえ、いや怪しいよ、怪しいなー、それはだってレッツさん最初の動きちょっとおかしくない、ね、いやでもそれやったら俺全問正解させないよ、普通にみんなもやれよっていうのに促したからね、そう、あーでも全部、じゃあ俺に当てていいよ、俺に当てていいよ、レッツさんに行くわ、俺に当てていい、うん、躊躇なく行くわ、じゃあどうぞ、はいね、まあそうだと思うんだよな、やっぱり、うん、一番動いてた気がするしね、ビリになってほしいもん、いや、あ、でもなんかうさんくさくなってきたな、フジとかも、いやいやいや、俺はね、俺はね、ほんとに、えあえやめろよ、違うって、俺絶対レッツさんだってだと思うじゃん、騙されてるよ、お前じゃねえ、俺でーすお前らだって、俺さ、普通に見てただけだったんだけどさ、初めだけ見逃しちゃってさ
その後全部分かったんだけど、あ、なるほど、ね、だからポイント動かしてなかったんだけど、そこは見てもらえなかった、ね、なるほどね、うん、はい、ってことはこれで誰が1位だ正解させなくてよかった。あれ藤野さんじゃん。藤野さんマジか、すげえ、なんかさらっとして優勝紹介、さらっとさらっとしてんな、もうちょっといつもスマートに撮ってるな、ね、喜んでほしいな、もうちょっとゴチみたいにしてほしい、うん、ね、大人だからうろうろしてほしい、大人だから本当だよ、うん、これ最大限で僕出してるよ、ゴールデンボンバーみたいな、このジャンプでめめしくての最後結構惜しかったね、最後一人だけ損したなもったいないミスただのミスじゃんわあ。でも嘘つきいけてよかったね、うん、こう割ると思ってるでしょ、お、まさか、まさか、あのゲームまさか、これ何すると思う、え、当てれねえだろうな、見当つかねえけどな、見当つかないでしょ、うん、どれだ、どっちだ、むしろまさか、まさか、むしろどっちだどっちだどっちだやっぱそこじゃねえかやりたいんじゃん、これ一番面白いかも、やりたいだけじゃん、本当に一回も勝ってないんだもん、あいついつも一人犠牲にしてるな、一回も勝ってない、一回も勝ってない、 あれで調子づくからな、俺やべえって、まあそうするしかないな、そうだよね、これぶつかるっていうのはうまい戦法なんだよね、一応そうだね、一旦ぶつかっておく、やべえな、あーどうしよう、うっしょ、あぶねえ、そして、うん、あ、まあそうなる、来た来た来た、これ超いいな、ラスト、ラストよ、ラスト、ほんとにラスト、ラスト、これ超面白いよ、あ、俺もうおって言いてぇな、うおーって、加速強いな、追われても打ってもうおーって言えるからね、やばい、これ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 、あーやばいやばいやばい、藤野が邪魔なんだよ、おおおお、全員殺してやるぜ、あ、まずい、まあ、うおースピード早いよ、全員殺してやったぜ早いよ瞬殺スピードさんがもう一回言ってたから、フジまだ使えるよ、マジ、うん、行きたいな、やばいやばい、ボケろ、仕方ないな、仕方ないな、そこまで言うな、すいませんね、まだ言うな、俺らもう、お、すげえこのマップ、ほんとだ、ほんとだ、マジか、俺らもうやめたいからね、このゲーム、正直、ほんとね、仕方なく付き合ってもらっちゃって、すいませんね、ほんとに危ない、やばいって、俺取れるやばいって、やばいって、どうよ、危ない、うおぉ、どうする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 、一旦ぶつかる、危ない、やばい、やばい、やばい、やめろ、やめろ、よっしゃ、スピードアップ、あ、危ない、よし、はっ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 はやばいって、あ、お前やばいって、うわぁ面白い、面白い、これ俺このマップいいな、なんか俺マップいいね、俺も行ったから言えねえな、もうレッサンとフジ使ったから、使っちゃった、じゃあ、終わりにしましょうじゃあ、終わりにしますか、フジ早く帰りたいから、そうだった、運試しトロッコだったらいいんだけどな、最後運試しトロッコだったら仕方ないわ、もうやってもいいんだけど、これ最後ね、最後、最後ね、俺ら必勝法見つけたしね、お、確かにあった、あったの、必勝法、あったあった、どうやったの、え、これワザップ通りにやっていいのかな、え、ずるそれ、必勝法、ちょっとワザップ、それ使うの、左、右、左、右、左、よし、左、おい、左だぞ、え、違う、一個多いよ、絶対、いや、左だって、右だったって、ここは不動で行く、あ、これ真ん中ダメパターンだ、ほら、ほら来た、騙されてる、めっちゃ行こうか、ワンダップの手段と違うもん、これそれ俺が書いたガセ情報右、左、右、左、こっちが、あ、2人とも騙されてる、いけるいけるいける、これワザップ情報、あーよっしゃこれ俺が書いたガセ情報大人さんがいる終わり運ゲーでこんなはしゃぐなよ